持統天皇は日本古代の天皇であり、日本書紀によれば7世紀の時代に即位したとされています。彼女は大化の改新後の政治的な混乱期に即位し、国家の統一と中央集権化を進めるための改革を行いました。持統天皇の時代は日本において律令制度の整備や土地制度の改革、官制の整備などが行われた時期として知られています。彼の政策は中央政府の権力を強化し、国家の統一を促進することを目指していました。また持統天皇は仏教の普及にも力を入れました。彼女は仏教の僧侶を招いて教えを受け、多くの寺院を建立しました。これにより仏教は日本社会に深く根付くこととなりました。